どうも、おたくわです。今回紹介するクワガタはこちら。パプアヒラタクワガタになります。はい、こちらね、パプアヒラタクワガタ。名前の通り、パプアニューギニアに生息しているヒラタクワガタになります。まあ、あれですね、ニューギニア島に広く、生息しているヒラタクワガタですね。学名がドルクス・アルバキアヌスってなってますね。一風変わった形のヒラタクワガタなんですけど、なんだかね、前回紹介したギリアンヒラタクワガタにも結構似てるんですよね。こちらのね、ヒラタクワガタのグループは、インドネシアに似たような形のね、ヒラタクワガタが結構生息しています。まあね、これ日本に生息しているヒラタクワガタとかと比べるとね、やっぱり頭はちょっと大きいんですけど、なんだかね、見た感じ、結構臆病な性格と言いますか、あんまりね、好戦的ではない感じがします。オスも、やっぱりね、あんまり動かないんですし、つっついてもね、あんまり挟もうとしませんし、なんだかね、手に取ると死んだふりをしたりする。そんな感じの、ちょっとね、変わったヒラタクワガタなのかなと思います。サイズは、オスがね、だいたい20ミリから59ミリぐらいになるそうですね。一つね、面白い特徴があって、こちらの個体は、内視がね、顎に結構ね、トゲがついてるんですけど、これは、端子系と呼ばれる、顎の形で、これとね、また別に、長子系と呼ばれる、内視がね、全く出なくて、顎がスラッとね、伸びるタイプの形になる、個体もいるみたいです。アルキデスヒラタクワガタみたいな感じですね。アルキデスも低温で飼育するとすごいね、スラッと細長い顎になって、高温で飼育すると顎がね、短いけどすごいギザギザした、内視が発達する形になるっていう感じです。ちょっとね、パプアヒラタについては、温度で長子短子分かれるかどうかっていうのは分かってないんですけど、多分ね、温度なんじゃないかなと思います。いっぱい幼虫が取れたら、ちょっと高い温度と低い温度で、飼育方法を分けて、歯の形が変わるかどうかね、ちょっと試してみたいですよね。飼育方法は、まあそんなに難しくないみたいで、まあ日本に生息しているヒラタクワガタと同じような産卵セットで、幼虫も、まあ菌糸瓶でもマットでも、飼育できちゃうみたいですね。ただやっぱりね、温度帯は外国のヒラタクワガタなんで、18度以上、27度以下のね、環境を保てればいいのかなと思ってます。はい。まあこちらね、もう、即ぶりの個体をね、ちょっとヤフーオークションの方で購入して、まあ、今回ね、もうしっかり餌を食べてるんで、同居ペアリングをやっていこうと思います。はい、じゃあね、ちょっと移動します。はい、それではね、こちらの、パプアヒラタクワガタね、ペアリングするために、こちらのね、クリアスライダーに入れていきたいと思います。まあね、もともとね、このクリアスライダーで、まあこれね、今、間に仕切り板をつけて、まあ、こういう風に管理してて、まあね、オスもメスも両方ともね、もうゼリーを、いっぱいね、食べるようになってきたんで、まあ今回はね、ペアリングさせようと思います。で、同居ペアリングなんですけど、もう、この仕切り板外しちゃうだけで、もうね、これでいいんじゃないかなと思います。ヒラタクワガタの仲間は、結構ね、挟む力が強くて、で、気性の荒い種類すごい多いんで、あんまりね、同居ペアリングで、顎を縛らない状態で同居ペアリングさせるのって、まあ、かなりね、危険っていう風に言われてるんですけど、まあね、我が家で、まあ、このパプアヒラタクワガタに結構ね、近い種類の、ギリアンヒラタクワガタっていうのを飼育してて、まあ、それもね、顎を縛らずに同居ペアリングさせたら、長い間、まあ、このくらいの、同じようにクリアスライダーで、同居させてても、まあね、メス殺しっていうのが、まあ今のところ起きてないんですよね。メス2匹、交尾させて、まあ1匹1週間くらい同居させたんですけど、まあね、合計2週間くらい同居させてても、まあ、全然メス殺しっていうのはないんですよ。やっぱりね、そのギリアンヒラタとこちらのね、パプアヒラタは、やっぱり全然動かないですし、人の指もね、全然挟もうとしない。攻撃性がね、やっぱり結構低いクワガタなんじゃないかなと思うんで、まあ、今回はね、この方法で、普通に、まあ、5日間くらいですかね。5日間くらい、まあ、このクリアスライダーで、一緒にね、同居ペアリングさせていきたいと思います。臆病なんですよね。やっぱり見てる前じゃね、全然交尾しないですし、例えば、材の上で置いといたらすぐ何かに潜ろうとしちゃったりするんですよ。はい、なんでやっぱりね、目の前で交尾させるハンドペアリングが向いてないと思うんですよね。これでね、5日間ね、
同居させて、まあ5日後にねメスだけ取り出して産卵セットに入れていこうかなと思います。じゃあね5日後に移動します。はい、あれからねパプアヒラタクワガタ、こちら4月の1日に、同居ペアリングね行って、今日は4月の8日になります。オスはね元気ですね。はい、で音大のメスはここにねいるんですよ。あ、大丈夫そうですね。ちょっとね今回ヒラタクワガタって結構ね気性の荒い種類が多いんですけど、まあね、ギリアンヒラタもそうでしたし、まあこちらのね、パプアヒラタも、そんなにね、気性が荒い種類じゃないと思ったんで、まあ今回同居ペアリングをね、ほぼほぼ1週間したんですけど、まあ問題なく、生存していて、で、ね、餌をね、一緒に食べてる姿も見えたんで、おそらくはね、もう交尾してくれたんだと思います。ちょっとね、7日間同居っていうと、まあ長いんですけど、まあこれね、もう産卵セットに、ね、メスを投入していきたいと思います。じゃあね、軽くね産卵セットちょっと作っていきましょう。はい、それじゃあね産卵セット組んでいきたいと思います。産卵セットって言ってももうねいつもねヒラタクワガタとかねメタリフェルの紹介でね組んでる産卵セットとも全く同じで、もうこれ特にねすいませんちょっと詳しく説明しませんが、まあ産卵一番をね加水して、でそのマットをこういう風にね、ケースの底をガチガチに詰めていきます。大体、まあ変わった種類じゃない限りは、ヒラタクワガタとか、ノコギリクワガタとか、あとは、メタリフェルみたいな、キクロマトスの仲間、細赤クワガタの仲間とかは、産卵一番をね、固く詰めただけのセットで、結構ね、産んでくれたりしますね。虹色クワガタとか、パプアキンイロクワガタなんかも、こういうセットで産んでくれます。まあね、ちょっとね、ギリアンヒラタを今回ね、中ケース、小林シャッターの中ケースで組んだんですけど、この手のヒラタクワガタってメスすごいちっちゃいんで、容器もね、小さくていいのかなと思ってね、まあ今回、これで組むことにしました。こんな感じ、ちょっとね、マット少なめなんですけど、まあこのくらいの、深さがあればね、まあ産んでくれると思います。で、マット結構ね、ギチギチに詰めてるんで、はい。で、一応ここにね、上から検討防止用に、こちらですね、水苔を、これも加水し終わってる水苔になります。これをちょっとね、ザザッと、こんな感じに入れていきましょう。で、最後に、ゼリー。こちらのプロゼリーですね。これを、一応ね、ゼリースプリッターで半分にしたのを、1、2、3個。このくらい入れましょう。じゃあね、メスを投入していきたいと思います。はい、それではね、こちらパプアヒラタクワガタの、メスね、1週間ね同居ペアリングを行った後の、メスを産卵セットに入れていきたいと思います。まあね、こんな感じで、上から、コバエ侵入防止シートを、かぶせて倒します。はい。まあね、こんな感じの産卵セットで、この状態でね、1ヶ月くらい様子を見て、まあね、結構ね、ヒラタクワガタとかノコギリクワガタって産卵意欲が高くて、成功してれば側面から卵がよくね、発見されるんで、まあ1週間、2週間くらい経って、まあ卵がね、確認できたら一安心ですよね。もし1ヶ月くらい経っても、側面から卵も見えなくて、幼虫も確認できないようだったら、すぐね、ちょっと割り出してみて、もう一回ね、同居ペアリングを行って、また再チャレンジっていうのをしたいと思います。結構ね、飼育が簡単な種類ではあると思うんですけど、ちょっとね、まあこの産卵セットも、ここら辺まではガチガチに詰めてるんですけど、ちょっとね、マットをケチってる産卵セットであるんで、まあ結果どうなるかわかんないんですけど、個人的にはね、幼虫10匹くらい取れればいいのかなと思ってます。やっぱりね、いっぱい増えてしまっても、ちょっと管理が難しい、ね、管理しきれないっていう部分があるので、ある程度ね、個体数を確保して、少数精鋭で、ちょっとね、大きいサイズの個体を出していきたいかなと思ってます。またね、このパプアヒラタクワガタは、歯のね、形が、長子系と短子系っていうね、2種類あるみたいなんで、
ちょっとね、その飼育方法、幼虫の管理方法をちょっとね、高温で管理するのと低温で管理するのと、まあ、2種類ね分けてみて、歯の形がねどう変わってくるのかっていうのをちょっと検証してみたいなと思ってますので、よかったらこのパプアヒラタクワガタのね、今後のね、あの飼育情報を楽しみにお待ちいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上今回はこちらのパプアヒラタクワガタの紹介と産卵セットの動画になりました。ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。